みんなおはよう。おはよう、おはよう。え、今日も可愛いね。え、みこ今日めっちゃ可愛くない？え、髪型調に合ってるね。え、たけるくんの坊主具合超いい感じ。え、からかうなって。からかってるつもりないんですけど。ウケる。からかってるつもりないのに。めっちゃいいじゃん今日。え、なにそれ？え、そんなノート持ってたっけ？え、めっちゃいいね。え、やばい。私、人の自己肯定感上げる達人って呼ばれてますから。え、悩んだらとりあえず私に相談をって感じ。え、0120500500だよ。それ違うか違う CM かって。やばいよね、やばいよね。言っちゃってるもん。待って、ユミマジでめっちゃウケんだけど。てかさ、ユミがこの間めっちゃ仲良くなったって言ってた隣のクラスの女の子って誰？紹介してよ、めっちゃ知りたい。あ、今ちょうどいるんだ。あやか。あ、え？あ、あやか久しぶり。あ、え？あやか仲良くなった友達。あ、あ、おなちゅうだったよね。ね、久しぶり。元気だった？そうなんだ。うん。二人仲いいんだね。うん、ね。久しぶり。うん、全然体調悪くないよ別に。待ってマジで。え、先行ってて、先行ってて。ちょっとまだやんなきゃ。なんか全然決まんないんだよな。なんか気持ち悪いな。やばいから。じゃあまた明日学校で、バイバイ。はい、うん、じゃあね、また明日ね、バイバイ。はい、私ちょっと忘れ物したからさ、教室に。うん、さっき帰ってて、うん、さっき帰って言っていいよ。うん、はい、バイバイ、また明日ね。おもろいな、ほんと。おー、びっくりした、びっくりした。まだいた？え、まだ、あ、今来たところ。びっくりした、なんだよ。うん、じゃあね、はい、バイバイ。私髪の毛、あー全然エクステじゃない、エクステじゃない。うん、なんかこれ、あの普通に髪の毛ブリーチして、あ、3回ブリーチした。やばいよね、ほぼ白髪みたいな感じなんだよね。え、可愛くない？え、なんかぶっちゃけ派手な方が可愛くない？全体的につけまつけてた方が可愛いし、なんかネイルだってしてた方が可愛いし、髪の毛染めてた方が可愛いし、濃い方が可愛いし、なんか全体的にあの全部可愛いしっていう感じなんだけど。え、可愛くない？